はい、それですね、第73回ですね、気まぐれライブ配信始めていきたいと思います。よろしくお願いします。せーの、いいね。じゃあまずはグループの方シェアしていきますね。よいしょよいしょ。はい、こんな感じかな。はい、こんばんは。おしりちゃん、こんばんは。お久しぶりです。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。まずは告知から入ります。お、しょう、こんばんは。告知から入ります。お、こんばんは。こんばんは。告知から入ります。今度は11月24日ですね、大阪ビジネスパーク円形ホールですね、500人の箱で講演会を行います。スピリチュアル白書、幸せになるのは意外と簡単でテーマでね、3人のスピーカーでお話をします。現在ね、あの申し込みね、96名ですね。残席404名ってね、だいぶ面白い感じになってきましたね。お、あ、みーはこんばんは。タッキーこんばんは。面白い感じになってきますね。今日もね、2名増ということでね、着々とね、進んでるんでね、もう明日ぐらいにはね、100名に行きそうなね、新しい大台にね、乗っていく感じになってます。ぜひね、この日お暇がある方はですね、遊びに来てくれると嬉しいですね。もうすぐ100人だよね。もうこの段階で私新記録だからね。こんばんは、あわさん。こんばんは、ありがとうございます。いい感じですね、なんかね。最後までやりますからね、私はね。ね、そういうのが好きなんでね、私はね、やっていくんですけど、今日のテーマの方に入っていくとですね、今日のテーマはですね、お、ゆかりん、こんばんは。 お久しぶりです。今日のテーマは、いつまでモノマネしてるの？オリジナルの作り方っていうテーマでね、今日はお話の方をしていきたいと思います。よろしくお願いします。せーの、いいね。でですね、まあ、どっから入っていこうかなっていうのはあるんですけど、うん、まず、大前提ですね。大前提。から合わせていきたいと思うんですけど、ありがとうございます、みーは。ほんとね、ありがとうございます、みーは。ほんとに嬉しいですね、なんかね。全力で話すんで、私ね。ね、頑張りますよ。頑張りますよ。ね、まあ大前提からいくんですけど、まあ大前提は、大前提は、どこまでモノマネをしたって、その人にはなれないんですよ。近づけるかもしれないけど、その人になることはありえないんです。って思いません？矢野平こんばんは。あ、翔こんばんは。翔が二人いるね。ね、うん。それぐらいモノマネっていうのはどこまで行ってもモノマネです。ね、まあ世の中で言うとね、まあ TTP だったりね、徹底的にパクるっていう、全体的な成功をするためには成功者をパクればいい、真似をすればいいっていう方向で今は全体的には流れているような感じがするんですね。もしそのことが本当だとするならば、もっと多くの方が成功してないとおかしくないですか？って私は思うんですよ。あ、ベンこんばんは。お久しぶりです。ね。それだけ、全体的というか、まあ、大衆って言ったらいいのかな、この流れがね、風潮なのかな、がそっちに流れている、大きな流れみたいなのは感じるわけですね、私もね。で、その時に私は気をつけた方がいいなって思ってることがあります。それに流されない方がいいです。だって大多数がそっちに流れるんだよ。成功者の数で、割合で言うと、どうでしょうね。
みんなが流れてる方向に行って成功すると思います？成功者は人の逆を行く人です。人と同じようなことしてても差はつきません。そうは思いませんか？人と同じことをして、人と同じようにパクり、人と同じようなことをやって、人と差がつくっていうのは論理的にもおかしい感じがしますよね。ぐらい人の真似をするっていうことを否定するつもりは全くないんですけど、その人にはなれないという大前提は持っておくといいなと思います。その大前提を踏まえた上で話を進めていきますね。このオリジナルの作り方で言うと、それは自分の内側から出てきたものはオリジナルですよね。さっきのモノマネは人に合わせに行く、外に自分を合わせていくって方向ですね。そうではなく、自分の中にある自分の発想として内側から絞り出したものはオリジナルですよね。この内側から出すっていうところにオリジナルはあるんですよ。外にはオリジナルはないんです。それは誰かがもうすでに出してる答えだから。それをどんなに真似しても新しい発想は生まれない。だって自分の内側から出そうと思っていないんだから。これをやってみた、あ違うな、これもやってみた、違うな、これもやってみた、違うな、の違うなの繰り返しです。それは誰かがもうすでにやっていることです。少なくともオリジナルではない。オリジナルは内側にしかないんですよ。それを踏まえて自分の内側からどうやったら出せるのかっていうところですね。観点をお話ししていきたいんですけど、ここでこれは語弊があるかもしれないんですけど、頭のいい人ほどこれができないです。私は学はないです。別に勉強ができるわけではないし、何かこう学力ですごいことをしたってことはないんですよ、私。ないから、私はどっちかというと知らないと思うんです、正直。知らないのが良かったと思ってる。いろんなことを知らないから、外に合わせに行くことがないんです。これが、知らない方がいいことっていっぱいあるんですよ。何でもかんでも知ってればいいわけではない。私はそういうふうに思うんですね。知ってるがゆえにそっちの方がいいなと思ってみたり、ああそっち、自分の発想よりそっちの方がいいかもなみたいなことをやってると、自分が思いついた全然知らないね、知らなくていいんだよ、これを本当にいろんなことを知ってると比べちゃうのね。自分が知ってる著名人の発想と自分の内側から湧き出てきたアイデアを比べたときに自分のアイデアが下がるの。するとモノマネした方が失敗しないような気がするんですよ。アッキーこんばんは。ね。そうすると自分のオリジナルアイデアが消えるでしょ。すると自分の内側から出てきたアイデアが生きる時がないんです。アウトプットすることがなくなるんですよ。このチャンスを潰すのが知っているなんですよ。知っているから比べる。比べると自分のアイデアが下がってしまう。そういうことに、その結果として消えていく。これがものすごくもったいないんです。だってそれやってみたらめっちゃうまくいくかもしれないじゃないですか。ねえ、
もしかしたら誰も試したことないすごい革新的なものかもしれないじゃないですか。それをやる前から何かと比較をして、それをなかったことにしてしまう。それがすごく私はもったいないって思うんですね。それをやることから全ては始まります。なので私はこの前の話、話でもね、アウトプットが先だよっていう話をしましたね。それだけ知ることなんかよりアウトプットが先なんです。自分の思いついたアイデアをやってみる、アウトプットしまくるんです。行動しまくるんです。言葉にしてみるんです。そうすることによって気づくことがたくさんあるんです。そうするとどん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 内側から湧き上がってくるようにアイデアが出てきます。それは自分のことを信じてあげる力が強ければ強いほどです。どんどん出てきます。そして自分の内側がもう空っぽになるぐらい、あ、ひろしこんばんは、ね、アウトプットすることによってそこから本当に空っぽになったぐらいまで出し切った時に初めてオリジナルのアイデアが出ます。もはや直感と言ってもいいぐらいぐらいのアイデアがポッと浮かって、それが形になった時になんでそれが思いついたのっていうことを私はよく言われます。それは常にアウトプットしきっている状態で私がいるからです。アウトプットをしきった状態っていうのは常に、なんていうのかな、なんて言ったらいいのかな、常にサーチをしている、自分の内側のアイデアをサーチをし続けていて、そこの状態から出てきたことってすごいんですよ。一気に情報が、なんていうかな、このテーマを、例えば今日のテーマね、さっきほんと15分前に思いついたんですよ。ね、そしてそれがどうやったらできるのかっていうのをたった5分で言葉にしたんですよ、私。それを話してるんですね。一気に情報が統合されて、このテーマを軸に情報が統合されて、これを説明できるぐらいに、あっという間になるんです。それが内側にあることを信じているから。自分が知っていることを信じているから、これが出てくるようになるんです。それは自分の中から溢れ出したものなので、全く同じことを言う人はいないんですよ。たとえ近いことがあっても。それはオリジナルだと思いませんか？これは私の中では癖だと思ってる。どっちかによるんですよ。外に何かに合わせる。モノマネに行く。ことが悪いとは言いませんよ。ね、もう合わせに行くという人もいれば、ね、自分を信じて自分の内側のアイデアを信じるか、ね、これは意識的に両方ともできる人もいるんでしょうね。私はどちらかというと不器用なので、ね、自分を信じるという道を常に選んでます。人に合わせるのは向いてないっぽい。ので私は自分のことを信じて自分のオリジナルで話したい、その思いがすごく強いので、実はあまり情報は取らない方なのかもしれません。ジンこんばんは、大久保さんこんばんは、ね、こんばんは、ありがとうございますね、うん、それくらい自分のことを信じて信じて信じて自分の知恵を絞り切ってみる、出し切ってみるっていうところまでアウトプットしてみてください。言葉にしてみてください。
たくさん知ってると思います。皆さんは多分私より頭がいいと思う。いろんなことを知っていると思う。それを全部出してしまいましょう。すると自分の思っていること、自分が実現したいこと、夢とか理想とか、全部いろんなことが自分の中にはあります。でもこのアウトプットをやらないと自分の内側がごちゃごちゃになって、自分のことがわからなくなってきます。自分の感情すらもわからなくなってきます。そうするとわからないので外に合わせるしかなくなるんですよ。そして合わせようとしたんだけど合わせられなくて、自分にダメを入れてみたり、自分はダメだなぁと思ってみたりね、すると思うんですけど、それを切り開く鍵は内側を空っぽにすることです。そうすると自分の中は整理され、自分のことが少しずつ分かってきて、自分の本音も分かるようになります。そして自分の中にある何かを言葉にすることがスムーズにできるようになります。これが通せたら、人に何かを伝えることができる人に私はなると思います。だってそれはその人のオリジナルだから、人のモノマネではないから人に伝わるんです。私はそういうふうに思います。ね、今絵本ね、絵本の電子出版はね、今、やるんですけど、やるというか途中なんですけど、もうほぼほぼ完成間近になってきてですね、本当にこう思いが乗った絵本がですね電子出版されてくるんですけど、それもやっぱりこう自分の本当の思いを言葉にすることができなかったら絵本とか作れないんですよ。人に感動を届けるようなものって作れないんですよね。そんなセリフは言えないんですよ。どれだけ自分の内側をクリアにする、すっきりさせて、物事を内側をシンプルにしていくことによって、思ったことをすぐ言葉にできるようになります。その力はもしかしたらすごく大きいのかもしれません。私ができるのは多分それだけなんじゃないかなって思うぐらい、思ったことを言葉にできる力、これがある意味最強なんだろうなってちょっと思います。嘘偽りない、自分の思ったことをそのまま言葉にすることができると、人は心が安定してきます。私は元鬱なのでね、鬱であり精神障害者であり、私は身体障害者、ハイブリッド障害者なんですよ。プリウスみたいなもんなんです。私はそんな人でもこうなれたんです。皆さんだったらもっとできると思うんです。私ね、私の数年前ボロボロだったからね、そんな人でも立ち上がることができた、みんなに何かを届けることができるようになったんです。それは思ったことを言葉にする能力が身についたからなんじゃないかなって思います。それだけ言葉にもオリジナルはあるんです。自分の思ったことを言葉にするってオリジナルでしょ。これって簡単なようで難しいんですよ。ぐらい、これをやるためには内側をどれだけスッキリさせられるかがかかってくるんですね。ありがとうございますしょうね。本当にね、皆さんのおかげなんですよねこれね。私が話して聞いてくれる人がいるから、こうやって変わることができたんですね。ね。だからね、まあ、私は全員できると思うんでね。内側をスッキリするために、
アウトプットしまくってみてください。自分の思っていることを全部言葉にしてみてください。人のモノマネなんかしなくていいです。インプットなんか後でいいです。思っていることを全部言いましょう。みーはありがとうね。そうやって言ってくれると嬉しいね。なんかね。うん。さっき思いついたやつだからね、これ。ね、こうやって言葉にすぐできるようになるとすぐ届けられるんだよね。このスピード感が私はすごく大事なんだと思います。言葉には鮮度があります。出したいね。うんうん。ね、オリジナルの言葉は響くからね。うん。言葉には鮮度があります。今思いついた言葉にした時の鮮度が一番いいんですよ。一番届くの、私の言葉は。でもこれを全く同じことを明日話そうと思うと同じことは話せない。だって忘れてるから。うん、コウジこんばんは。ね、それだけ人間はすぐ忘れます。そして言葉の鮮度は必ず落ちます。なのでその瞬間に思いついたことを言葉にする。自分の感情を細かく感じ取り、言葉にする能力を身につける、ことがどれだけ人の役に立つかっていうのを改めて今言ってて感じますね。なんかそういうふうに思います。はい、そんな感じで、今日はですね、中身の方は終わっていきたいと思います。はい、最後告知で挟むんですけどね。はい、これで11月24日ですね、大阪ビジネスパーク円形ホールですね、500人の箱ですね、スピリチュアル白書、幸せになるのは意外と簡単ってテーマでね、500人の箱で喋りますね。はい、今日は2人増えたんでね、ミーファも来てくれるということでね、すごくありがたいですね。なんかね、どしどし募集してるんでね、あと、10日もないですね、9日ですね。で、開催になるんでね、ぜひ、今日、準々応援ボラスターってあると思うんですけど、あれ、今日締め切りなんでね、3000円お得になってるんで、通常ボラスターよりもね、特典付きで安いっていうね、だいぶおかしな特典なんですけど、私のことを応援してくれる人、集客手伝ってくれる人を募集してます。ね、今日までなんで、ぜひね、ポチッとしてみてください。はい、そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。皆さんありがとうございました。せーの、いいね。皆さんおやすみなさーい。またねー。